街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は酔いつれままにつれ。乾杯。さあ、今夜の人生酒場はですね、新宿歌舞伎町にあります宮崎さんにお邪魔しております。真由美ママ、どうもよろしくどうぞ。よろしくお願いします。いやいやいや、相変わらずね、おつやっぽいママで、ありがたいありがたい。お綺麗なママですね。そりゃそうよ、あなた新宿一ですよ。ほんとほんと、ねえ、ね、さあ、服部さん、はい、じゃあお店の情報を、はい、うん、歌舞伎町の大人のお店で働いてそうよ、そう、はい、ここがすごい。出前もよく持ってってたからね。あ、はいはい、バイトして、あの裏側の通路のところまで、はいはい、持ってってたよく。そう、ママが在籍したお店にも持ってってた記憶がある。あ、そうですか。細い道ね、はい、裏の通り、裏の通りね、はい、龍が如くにも出てないと思う、カムロ町の中で。うん、それぐらいすごいところだよね。もう何年だろうね、ママね。私は新宿出てきて34年です。ね、はい、新宿で稼いだお金は全部新宿に落としたっていう。本当そうですね。どういったものに使ったんですか。大体おしっこになっちゃいましたね。あ、そう、飲んで飲んでですよ。そしてこうスナックを始めたきっかけっつうのはママ、はい、お願い。そうですね、うん、まあここを開く前に、うん、スケベースっていうお店をやったんですけど、うん、飲み屋さんを。おお、ズバリだね。はい、で、元風俗嬢、現役風俗嬢に AV 女優にピンク女優っていう、うん、そういう子しか使ってなかったんですね。だから日銭の商売から月給の商売にさせてやりたくて、うん、ああ、そっかそっかそっか。そうなんです。で、そっちを8年やって、で、最後に面接で取った女の子一人をここ連れて、うん、で、引っ越したんです。はあ、ママはね、そういう物語の引き出しがたくさんあってさ、尺が足りないよ、本当に。そうよ、そうよ。さあ、そんなね、はい、ママが今日は何を歌ってくれるのかね。ありがとう、感謝を。小金沢昭二さんの。ああ。いつも、いつも見てくれたから ありがとう、ありがとう、大切なあなたへありがとう。これはまた何だよ、この曲を。いろいろ過去を経験して、うん、今自分があるのはとにかくお世話になってたお店が素晴らしかったん で、そのお店じゃなければ今の自分はないっていうところからと、あと、まあこの年なんで、もう55なんで、もう全ての人に感謝。え、もうあと親に対しても。ママ、こちら、つまらないものですが、はい、ありがとうございます、うん、いただきます。まゆみママは新宿のシルバースターエンジェル。よっ、いや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 、ママありがとうございました。ありがとうございます。まさにありがとう、感謝だね。そうですね、払わせてもらいますよ、これ。あ、もう払われました。いいですね、素敵。じゃあまた一つ、はい、またもっと締め入れますんで。寝れないよ、嫌だよ。今夜は寝れないですね。寝れない、寝れない、寝かせない。